こんにちは。こんにちは。はい。じゃあ、今週も配信始めていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ということで、まあ、YouTube も、はい、徐々に、はい、登録者数っていうんですかね。はい。徐々に増えてまいりまして、はい、450ぐらい、はい、ですかね、今。ぐらいの方がね、はい、あれなんていうの、登録、フォローじゃないね。登録してくださってるようでして。皆さんぜひね、高評価、はい、はい、悪くても高評価押していただけたらいいなと思っております。悪かったらまあまあね、はい、まあなんか押さなくてもいいですけど。まあアップするたびにね、こういわゆる評価数がこう伸びていくのとか、コメントが入ってないかとか、はい、我々のなんでしょう、モチベーションにつながる、ね、小さな楽しみにしておりますので、ぜひぜひ書いていただけたらと思います。はい、はい、じゃあ今日は、新作ですね、はい、乖離のバッグをご紹介しようかなと思っております。はい、モックバンジーグリップサック、はい、まあ名前の通りバンジーコード、はい、バンジーがついた、まあ、バッグですね、はい、トートバッグになるんですけれども、まあ、Instagram TV ですね、の方では結構ね、割と機能性面ちょっとだいぶ掘り下げて、まあ、物とか ねデザインの説明をしてますけども、はい、こっちはまあもうちょっと持ったバランス感とか、はい、まあ、その辺を見ていただけたらなと思っております。まあとはいえちょっと簡単な説明だけしていこうかなと思います。はい、はい、一応素材は、三層構造の、ね、ナイロンですね、3レイヤーナイロンっていう素材で、はい、まあ基本的には、まあ、雨に強い作りです。はい、でトップのここのジップですね、ここは止水のジップがついているので、はい、まあ、日常生活、うん、まあ、で雨に打たれても、まあ、多少は問題ないかなと思っております。はい、で、まあ、気になるこのねバンジーコードですね、はい、まあ、これはもともと意味のあるものなんですけど、うん、まあ、その辺はもう一つの、ね、はい、インスタグラムを見てもらうとして、まあ、これがね元々の意味は今現代ではあんまり意味をなさない、はい、まあ、意味をちょっと失われて形だけのものになったのではないかという問いかけというか、なんですけれども、まあ、それを本来だとねこうゴムのコードがつくんですけど、はい、まあ、こういうヌメ側のコードをつけて、はい、まあ、使っていくと徐々に焼けてくるので、はい、そうですね、経年変化出てくるかなと思いますけれども、まあ、こういった革の紐と、まあ、こういうナイロン、はい、いわゆる高機能性能というか機能素材と天然素材の対比というか、ね、コントラストすごく、はい、まあ、バランスが上手かなと思います。でもしいらないよという方、黒いバッグだけで十分だという方もしいらっしゃったら、これ下で取れますので、はい、これ引っ張ってもらうと全部抜けるので、はい、まあ、最悪取ってもらって、はい、まあせっかくなんでつけて、ね、うん、焼いていただくのがいいかなと思いますけど、はい、はい、まあそんな感じのバッグです。で一応これ長さもねここで調整できるので、まあ、手持ちバージョンとちょっと肩掛け、まあ、そのバランスを見ていただこうかなと思っています。はい、じゃあ持ってみました。一応まあこちらはカジュアルバージョンというかバンジーコードそのまま残して、でハンドルはちょっと長めにしてます。肩掛け仕様ですね。本当にデニムとか、まあ、シャツラフに払いざらしでっていう格好に、持っていただくのもすごくちょうどいいかなと思います。まあ、黒いナイロンの、まあ、いわゆるこうトートバッグ型ではあるんですけど、ちょっとこのバンジーコードの、まあ、何でしょう、革のナチュラルな色が、まあ、若干こうポイントになってくるのかなと思います。本当に素材的にもラフに、まあ、3レイヤーのナイロンなので、まあ、ガンガン気にせず使っていただけると思うんですけど、まあ、本当普段使いでこれ中一応入れてない状態ですものなんですけど、まあ、マチもしっかり貼っていて、ある程度こう綺麗なボリューム感というのが出るので、まあ、中荷物少ない方でもちょっとまあフタップさせて持っていただくのも全然ありかなと思いま
ます。逆にまあいっぱい入れていただくと張りが出てあのバキッとした形になるので、まあ、そこの変化もあの楽しんでいただけたらなと思います。はい、じゃあちょっとバンジーコードなしバージョンをご紹介します。はい、じゃあ次はバンジーコードを外したバージョンですね。一応今両方外してみました。で外すと、まあ、一応このコードが通ってたこのポッチっていうのをつくんですけど、まあそんなに気にならないかなと思います。でこの紐もちょっとねここで調節できるんですけど、まあ今かなり短くして、まあ、手で持った時に下につかないぐらいの長さにしてます。で一応横にこういうねポケットっていうのがついてるので、まあバンジーがなくなると、まあ、バンジーがあってもねつけられる、あの使えるんですけど、まあ、なくなるとより使いやすいかなと思うので、まあ、普段使いするんであればもうここによく使うねものなんかはパサッと入れていただく感じがいいかなと思います。まあなんでしょうね、秋冬とかだと結構まあこういうねウールのニットとかとの素材感のこうコントラスト、まあ、でこのナイロン素材といわゆるこういう天然素材というか動物性のねウール素材なんかはなんかこうコントラスト効いてすごいいいんじゃないかなと思います。まあ、なのでお洋服、例えば全身黒っぽいお洋服、特にね秋冬だとアウター着た時に、まあ、どうしてもねこう黒とかネイビーっていうのが増えてくると思うので、まあ、そういった時にあえて外して、まあ、一色とかこうワントーンで使っていただくっていう感じでもありかなと思います。はい、という形で、はい、まあコード一応ありなしで撮ってみました。はい、まああった方がいいかなというのがまあせっかくならせっかくなんでね、あとコンセプトにも、まあ、あった方がより会議らしいのかなとは思います。うんうん、まあちょっとねスタイリングに合わせてあの分けていただければとは思いますけれども、はい、まあ、これがやっぱり面白い作りだなと思うので、うん、で割とね、まあ、このグリップもそうですけど結構しっかり物を入れても、はい、あまりこう肩とか手とかにそこまで負担がないようなそうですねグリップサック、はい、容量の割にはすごく楽だと思います。ね、うん、楽なバッグだと思いますので、はい、まあ何でしょうご旅行、まあ、軽くね、はい、まあ、1泊2泊とか、はい、はい、あとはまあちょっと出張のねサブバッグみたいな感じで使っていただくのもいいんじゃないかなと思っております。はい、まあ、なかなか外出がね、うん、難しいとはいえ、はい、まあ、まあ外出というか旅行を促すキャンペーンなんかもこれからね始まっていきますので、はい、まあなんかそれのちょっとお供に、うん、ぜひぜひ検討していただけたらいいんじゃないかなと思っております。はい、うん、なんかね、あんまり、うん、ちょっとやっぱり他のブランドさんのねバッグとは、はい、一癖二癖違うデザインが多いので。そうですね。うん、でなんかすごくオリジナリティのありますね。はい、デザインの。かつ機能性もやっぱりね、はい、あるので、まあ、その辺がやっぱりこのブランドの強いところかなと。そうですね。はい、思っております。はい、という形で今日は。これを紹介してきました。また今週もう一方ご紹介できるかなと思っております。はい、はい、そちらもぜひぜひ合わせてご覧いただけたらと思います。はい、じゃあそんな感じで、はい、はい、ぜひぜひまたお付き合いいただけたらと思います。はい、はい、じゃあ今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。